あ怖い来した怖いしゃ !3 曲目おかさどってるはい。ハッピーハッピーバースデー。こちらバースデーソングですね。そうなんです。はい。はい。なんかこれ宮野くんがね、あの、作詞をしてますけど。なんでまたバースデーソングを。僕のツアーの最終日が、あの、僕の誕生日なんですよ。おコメント。はい。ありがとう。 どういたしましてなのでバースデーソングあったらライブで楽しいかなと思ってでバースデーソングってあると楽しいじゃないですかでもやるタイミングってなかなか難しくってうん確かにねでもなんかせっかく自分のツアーで誕生日なので今回できるかなと思ってで誕生日って自分だけのものじゃないじゃないですか僕にとっては期間限定ですけど6月のジメジメした時期ですけども知らねえよそれは親に言えよ 親に言ってくれそう在もう。親も、うーんって言うと思うけど。でも、毎日が誰かの誕生日なので、毎日誰かに歌ってもらったり、聴いていただける曲になるかなと思って、はい。なので、作りました。あの、バースデーソングってさ、まあ、言ってれば一回こっしか作れないじゃん。そうだよ。そんなにバースデーソングいっぱい作るないじゃいだからタイミング難しかったんですよ。ねいや、でもこれね、そう。すごいです。あらま。個人的に。 あのー、でも、まもちゃんも作詞でしょまもちゃんの作詞どうでしたいや、ほんとね、あの、この、ふわりというか、この音にはまっていくこの言葉の感じとか、なんかギミック的なとここう言っていいのかな途中で、うん。ふっていうとこあるでしょ俺あそこゾクッとしましたよ。あ、嬉しいこれたまに言いますけど、俺の中の女子が、はぁってなったの。大丈夫まもちゃん大丈夫そっちゃん大丈夫ってなった大丈夫大丈夫大丈夫俺の中の乙女が。 して私はして本当ねえねえ。<laughs> <laughs> ほんといや、ほんとった。すごい演出。あれは自分で考えたのはい。そう、でもいろんなやっぱ出会いがある中、自分の音楽活動の中で、そういう、あの、息とかでも、こういうふうになんか、エンターテイメントできるんだみたいな、すごく感じることがたくさんあったので、例えばクレバさんの楽曲に出会った時とかに、そういうふうに演出してるところがあったりとかすると、あ、素敵だなって僕も思ってたので、なので、そういうなんか、息でも、あの、いろんな表現ができるとか、どんどんチャレンジしていきたいなと思ったし、 急にドキッとするじゃないですか。いやもう本当。 あ,あの仕掛け、ああ、もう、こんなの来たんだと思って。前回のアルバムでは、僕の、僕がまた作詞した曲では、途中で一言ボソッと喋ったりとかっていうのも入れてみたりとか、なんかいろいろできるような。せっかく声優もやってるし、うん、なんか自分のフィールドも活かせた音楽活動みたいなことも、どんどんやっていきたいなと思って。うん、なんかね、偉そうな言い方ですけど、俺は、俺は人生で一回もマモちゃんの前を走ってたことはないけれども、<laughs> でも、いやほんとね、出す、いろいろ出していくたびにクリエイターとして、<laughs> うんこん そんなとこまで、まもちゃん成長していったんだっていうかさ。かねうん、いやいや、でもう嬉しい。も僕、もクリエイターって言っていただいすごく嬉しい。いや、もう背中しか見たことないんだけど一回も。初めて会った時からね。だからもう、まもちゃんは俺より遠く向こうを走っ,たってったんだけど。天のようにね。<laughs> そうるさいぞ、<laughs> 俺が言うべきせん言うじゃんって。お前が。 お前が出てきてるんじゃねえだろ。いや、わかんない。や、本当にそう思う。すげえなって。感動しちゃったんだよ、俺、この曲。うれしい。本当に、3曲ともぜひ聴いてほしい。ですよかった。ニスパ来てよかった。俺、行け